本当に住宅地の脇にある河原って感じですね。こちらがトイレで、下ずっと置いておくと河原になります。で、あそこでキャンピングカーが立ち往生。よくよく見てたら上の小砂利を除去してるみたいですね。うちの車も大丈夫かな。あの辺に止めたんですけど、ということで、オートキャンプじゃなくてオートラーツ、オートラー、まあそんな雰囲気です。暑いですね今日。風は少しあるんですけども、日陰張ると寒いんですが、直射日光暑いです。ちょっとロケーション的に今日はブルドーザー目の前に、カップラーメンですけどもね。キャンピングカー相変わらず砂利掘ってます。とりあえずさっき言ったセブンイレブンで買ったノンアルを飲んで乾杯でいきましょう。お疲れ様です。暑いからちょうどいい。あ、バッさん、これ買いましたよ。コンビニでですね、レジ前に、山積みになってかなりプッシュされて販売されてますね。アスタカさんもこれ買ったようですけど、食べました？味どうだったんでしょう。私も今日風邪ひいてましてね、味覚がちょっといまいちなんで、楽しめるかなっていう気もするんですが、漏れる漏れる。あ、置いたね。お、ギリギリ。あちゃ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 。札幌一番と稲葉がコラボしまして、チキンとタイカレー味、イエローカレーヌードルということなんですけどね、どんな味するでしょうか。うん、見事にあの缶詰のカレーの味です。タイカレー的酸味もちゃんと出てますね。うん、いいですいいです、美味しいです。結構さっぱりな味なんで、もっと太麺縮れ麺使うとスープが絡んでいいんじゃないかなと思うんですけど、個人的にはもっとスープ濃いめでガッツリ感があるといいかななんて思います。まあ、うまいです。キャンピングカー動き始めましたね。バックで思いっきり勢いつけて坂を上がる
どうすんだろう、あれから。前から突っ込むより、バックで突っ込んだ方がいいんですか。キャンピングカーの中で子供がずっと待ってるんですよ。お父さん、お父さんって声かけながら。いや、しかし暑いです。後から川越ナンバーのセレナが入ってきました。左の方にちびっことお父さんがいますけども、セブンイレブンのコンビニ袋をぶら下げておやつを食べに来たようですね。ところどころでっかい石がゴロゴロしてます。で、私が走ってきた後をたどってみるに、わだちらしいわだちはできていないので、車の車重でタイヤが潜り込んじゃうってことはなさそうですね。要は帰りの坂道のところですね、河原から上がるところ、あそこでタイヤがめり込んじゃわないといいと思うんですけども、それでさっきキャンピングカー苦戦してましたけどもね、ちょっと不安を抱きながらのカップラーメン、そんな今日です。しかし暑いね。トイレですけども、まあ公衆トイレにしてはそこそこ綺麗です。で、河原の方にはですね、ネイチャーストーブとかウッドストーブやるのにと思って枝探してみたんですけど、ないんですが、まあこうやって木が周りに入ってたりしますし、今日に限ってはこうやったこういった倒木処理した後の丸太が置いてあったり、まあここ木の皮、枝払いしたやつですね、そんな木がありますんで、こういったところをちょっと頂戴して使ってみてもいいのかもしれませんけども、まあ一応ここ市の管理地区になってますけど、なんか言われちゃいますかね、勝手にみたいなと思ってる中、こんな看板見つけちゃいました。残念な看板です。駐車禁止って、まあ、これはどうでもいいんですけども、じゃあこれちょっと見えないですかね。お知らせ、この河川敷では午後8時以降の使用を禁止します。っていうことは止まっちゃダメってことですよね。けどいろいろネットを検索してますと、ここキャンプしてる、テント張って泊まってる、そんな情報をよく目にしますけど、あれは違反してる行為なんでしょうか。続けて、帰りの一番の問題、この辺まだ普通に砂利だからいいですよね。そこからアスファルト、さっきのキャンピングカー終始バックで登っていきましたけども、一番その辺からもう砂利がモコモコなんですよ。ここまで上がってこれれば一気に加速できると思うんですが、そこ2本ですね。で、ここ両脇に盛り上がってますが、さっきのキャンピングカーの人がスコップで一生懸命砂利をかいてたところです。で、そこ、ここですね、キャンピングカーのリアタイヤが多分はまっちゃって加速できない、上がってこれない状況になってたのかなという感じです。キャンピングカーもね、いろいろ仮装してますと重くなっちゃいますからね。ちょっと周り散策してみましょう。ここ県道で、駒川の下流側の橋になりますね。
そっち行くと私がさっき寄ってきたコンビニの方です。でそこ観光バス止まってますけども、表巾着の大型車専用の駐車場になりますね。でそこずっと越えて、そこの奥の方ですけども、そこが表巾着の小型車用の駐車場になります。でそこ工事してるんですけども、地図で見たらその向こう側牧場なんですね。その関連の工事っぽいです。で奥でさっきのセレナのちびっことお父さんがおやつ食べて、なんかソフトクリーム食べてましたね。ちびっこ羨ましいなみたいな、そんな感じで見てみました。あ、セレナ何の問題もなく上がっていきました。さっきのキャンピングカーは何だったんでしょうか。ということで、私の車後を追ってみたいと思います。さて行きましょう。この車最低地上高が150ミリ、乗用車としては普通なんでしょうけども、ある程度スキーやら何やらで使うんであれば160は欲しいですよね。さてさっきセレナが問題なく走っていきました。音だけでそんなにタイヤは食い込んでないんでしょうか。ここ行こうかな。ここが鬼門です。やっぱ FF の方が強いんですかね。うん、一安心ということで幸せにましたか。まもなく左方向に。ではでは、ご視聴ありがとうございました。左です。走り出して10分もしないんですけど、ダイソーを見つけちゃったんで寄ってみたいと思います。ここまで来てダイソーは知るのかな。しばらく道なりに進みます。